代表的な展示物である、北包の断面、桶館及び、桶館大阪府立狭山池博物館は、大阪府大阪狭山市にある博物館。同時に、各種講演会やイベントの開催時、生涯学習の場としての、大阪府中南部エリアの拠点文化施設である。1400年の歴史を刻む日本最古のダム式ため池である、狭山池と一体化した、 浸水空間を有する土地開発士専門の博物館土木遺産の保存と公開を目的として2001年3月28日に開館した建物内部に巨大な包みの断面を丸ごと一区展示するなど特徴的な展示がなされている展示設計はの村工芸者常設展示室では時代順に7つのゾーンに分けて水と大地との関係性を 狭山池と出土文化財を中心に分かりやすく展示している。また、東アジア地区の土地開発に関する資料、情報の収集、公開を行い、東アジアの土地開発史研究機関としての役割をも担う。建物設計は安藤忠雄。建物全体はコンクリート打ち放しの巨大な脳型体であり、地域のランドマーク的存在。 狭山池全体から見渡すことができる。エントランスから建物入り口までに水庭があるほか、壁面に滝が設けられており、浸水空間となっている。建物内部には巨大な包みの断面や取水塔を収納展示しており、吹き抜けが多用されている。大阪狭山市立郷土資料館事業実施報告。 や山池出土品が国の重要文化財に指定されました大阪や山市ホームページ ABC 大阪府内指定文化財一覧表大阪府や山市お知らせや山池博物館でよるドラ・エンマドーサラの水力炭の撮影があり放送されます大阪府立や山池博物館2020年10月31日閲覧ありがとうございます